んこんにちは、石木まうです。私はもう20年も誘導瞑想をお教えしています。この番組では皆さんに感情をコントロールする誘導瞑想の仕方を教えしようと思います。皆さんはただこれを聞いて眠るだけ、それだけで十分です。では今日のテーマはこれです。今日の誘導瞑想のテーマは、傷つきやすい自分をやめるです。傷つきやすい人たちがいますよね。そして傷ついたと言って黙り込んだり、ふてくされたり、時には鬱になったりします。この人たちは傷ついたと言って実は相手を攻撃しているんです。心の中ではよくも私にそんなことを言ったなと激しく怒っています。そしてその怒りを出しても無駄なので、逆に怒りを押し込めて鬱になるんです。もちろん誰でも人生の中で何度か傷つく体験がありますよね。でも多くの人はそれを自分は傷つきやすいとは言わないでしょう。傷ついても自分を顧みて自分の何が悪かったのかを反省したり、相手がもし本当に恋で人を傷つける意地の悪い人ならば、相手と同じようなことはしないと決めて、そういう人に二度と近づかないようにするでしょう。それで困らないのは、そういう人が現れる可能性が低いからです。実際に自分が思いやりを持っているならば、恋に傷つける意地の悪い人はそうそう現れないんです。ということは、傷つきやすい人たちはそのような性格ではないということです。つまり傷つきやすい人たちは自分は絶対に悪くないと思っていて、自分を顧みて直そうとは思わないんですね。それだけわがままで自分勝手で、人の思いがわからないほど自己中心的だということです。それで言われたくないことが多いので、人の多くの言葉が引っかかり、傷つきやすいということになります。そういうことを言う人から離れようにも欠点が多いので、誰に傷つけられるかが分からず、それができません。この人たちが恨みにはまったまま抜け出せないのも、実はそういう自分が嫌いだからで、相手を恨んでいる間は自分の欠点を見つめなくてもいいからです。ですから傷つきたくないならば、こういう自分勝手な性格をまずやめないといけないですね。今日はその方法を学びましょう。そうしたら嫌なことを言われて傷ついても、ちゃんと復活して成長できるでしょう。ではいつものように目を閉じて、自分を6歳の子供だと思ってください。そこへ大人の自分がやってきて、あなたに話しかけます。あなたは傷つきやすいんだね。いつも人の言葉に傷ついているよね。そして頭の中で、ひどい、あんなことを言われたって相手をじとじとと恨んでいるよね。そしてやる気がなくなったり、怒りっぽくなったりしているよね。いつまでたっても、あの時あの人は私にこんなことを言ったって思い出してる。本当に恨み深いよね。大人の自分はそれでとても困っているよ。あなたがそうやってすぐに傷ついたと言うから、いつも怯えて不安を感じて生きていないといけないんだ。この人は私を傷つけないか、あの人は大丈夫かっていつも考えているんだよ。これでは幸せに暮らせないね。あなたは間違っているよ。自分が聞きたくないことを言われて、自分が勝手に傷ついて、傷つくことで相手を責めているんだよね。傷ついたって言えば、自分は悪くない、相手が悪いと思えるからだよね。そして相手が悪者ならば、自分は悪くないって思えるからね。
大人の自分はあなたを幸せにしてあげたいんだよ。だからちゃんと聞きなさい。これ以上傷つきたくないなら自分の欠点を直しなさい。わがままだって言われたら傷つくんじゃなくてごめんなさいと言って直しなさい。それだけでいいんだよ。恥ずかしいのを怒りや恨みに変えずに、ただ欠点を直せばいいんだよ。そうしたら安心できるよね。また友達に受け入れられるよね。あなたがもっと自立して大人になって、人に気を配れる人間になったら、あなたは誰にも意地悪を言われず傷つかないんだよ。だからこれからは次のことを心がけなさい。わがままはやめる、人に思いやりを持つ、言ってはいけないことを言わない、人に依存して甘えるのをやめる、人に媚びて人を操るのをやめる、人を見下さない、嫉妬をやめる。こういう欠点があれば直しなさい。大丈夫、あなたにはできるよ。大人の自分はあなたが大好きなんだよ。欠点はあるけど、それでも大好きなんだよ。そしてそれを直してさらに素敵な人になってほしいんだよ。だから大人の自分はあなたが欠点を直せるようにちゃんと支えているからね。そして誇らしい自分になろうね。そうしたらあなたの周りには素敵な友達ばかりになるよ。その方がいいよね。大人の自分はあなたをとても愛しているよ。